100の課題から100のビジネスを創出するっていうことをミッションにしてまして、課題ってやっぱりビジネスの種なので、それを解決していくことで自分たちもここで持続的に暮らしていけるイメージがついたんで始めました。最初に始めたのが会員制の共同オフィスで、そこを拠点にして食堂を作ったり仮設のスーパーを作ったり、あとはガラス工房なんかを作ったり、そういったことをやってます。現在は、ネクストコモンズラボ南相馬といいまして、起業家の誘致なんかをやってます。そのために具体的な今プロジェクトの設計をしたり、あとは起業家の募集活動なんかもやったりしてます。街づくりとして今スタート地点に立ってるっていう感じなので、真っさらの状態なんですね。ほぼこれからいろんなものが増えていくっていう段階なので、ゼロからの街づくりって本当にこう希望とかワクワク感とかポジティブなポテンシャルしかなくて、そこはすごくいいですね。ゼロベースで街づくりができる、社会が作れる、そういう貴重なフィールドだというふうに思ってます。僕らはこの地域で様々な価値を生み出して、いろんなサービスであったり暮らし方であったり、そういったものを世の中に出していくことによって、どんな状況に陥ってもこうやって生きていけるんだ、で生きていくだけじゃなくて新しい価値観を作っていけるんだっていうことを、僕はこの地域から発信して、行きたいなというふうに思っています。